広島、今季初の貯金10で首位回想。広島は逆転で中日を下し、今季2度目の最長タイ5連勝で首位をキープ。今季初めて貯金を2桁10に乗せた。森下が投打の活躍で8勝目を手にした。こいほうおハイ勝ち。9回くしゃり。こいほうだ勝ったこいほうだけど栗林は休め。よしよし。栗林30セーブ。森下8勝目。栗林、お楽しみいただけたかな。ふう。最後はドキドキがお約束。守備固めでセーブ取ったわね。中日これで5勝9敗に持ち込んだか。結構怖かったけどまあよし。宮島さんの勘主の勘主が勝ち勝ち。今季最多貯金10。こいほう5連勝。2桁貯金。金持ち。明日も勝って6連勝したい。